こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。イエイ。今日はね、無課金、非属性縛りの柴犬丸やっていきたいと思います。本当はね、昨日出したかったんですけど、ちょっとね、柴犬丸の魔法石回収が間に合わずにね、昨日ちょっと用事があったんで、はい、本当に夕方ぐらいからしか動画撮ってる時間なくて、はい、ごめんなさい。柴犬丸、連日のガチ動画で申し訳ないです。まあ、でもね、その動画でやっぱ引かないとね、いけないじゃないですか。なんたって、この非属性には、バレリアちゃんという、もうめちゃくちゃ、もうなんか、なんならもうスペックとかどうでもいいんですよね。そのバレリアが、そのね、もうドラマーで、で、バンドバージョンで、むしろこっちの方が好きかなという感じで、はい。もうそれぐらいで、もう前置きは置いといて弾いていきたいと思います。おめでとうございます。あ、これもう予祝ですね。予祝。予言するに、祝いと書いて予祝ですね。ごめんなさい。ただ、八作で、魔法石回収しただけです。はい。はい、開催記念。はい、留学しがちゃ、早速弾いていきたいと思います。予祝って好きなのね。僕が阪神ファンでね、今シーズンね、予祝ってのがされたんですよ。キャンプ打ち上げの時に、もう優勝やって言って、もう先に胴上げしちゃったんですよね。そっから開幕9連敗っていうね。はい。もうそんなことは置いといて。はい。じゃあ、クリア報酬開催記念留学しがちゃ引いていきましょう。いや、ちょっと頼むわ。頼むわって言うと、なんかちょっとスギちゃんみたいな格好してますね、僕。適当に服取っただけなんですけどね。基本、下の中、服で寝て、上になんか羽織って撮影してるだけなんで、はい。クリア報酬、補足6以上確定ガチャ、もう引いていきましょうか。ます。いやー、その、ボイスがね、オリジナルキャラにね、もう散々ボイスを、そうか。いやー、でもね、クレハンデザインは好きなんですけどね、デザインは好きなんですけどね、今言おうとしてたんですよ。オリジナルキャラにもっとボイスをつけてくれと。はい。それだけなんですよね、僕、パズドラ運営さんに対する願いは。はい。そうか。いやー、それじゃあ、魔法石使って、で引いていきましょうか。購入履歴無料配布分22個でございます。必死こいて貯めました。これほんまに必死こいて、もうずっとね、他のお仕事もしつつ、はい、一緒に貯めました。で、これ友情ガチャあれでしょ、玉ドラばっかでしょ。玉ドラは足りてるんで、ちょっと今回は引かないです。あ、じゃあ留学しガチャ、はい。とりあえず、本当にね、もう、まんじゅチャレンジね、サボでやろうと思ったんですけど、もうどうしようもなくて無理で、ちょっと、本当にバレリアさん。本当に、バレリアさん。いやー、ちょっと、それはきついで。ロッタ。あ、昨日の動画、トンタッタ族ってね、トンタッタ族ってワンピースに出てくる、ドレスローザ編の、小人でした。僕は間違った。トンタッタって言っちゃった。いやー、もうラストですね。はい。もうラストですね。いやー、ちょっとドラマ欲しいな。ちょっとねー。はい。空泣いてー。いやー、もうこれはねー、リベンジでしょ。っていうか、もう、あれでしょ?もう、ぶっちゃけ、月またぎってことは、あれでしょ ?12 月になったらまた100個配ってくださるってことでしょ?それ、ぶち込むか。僕ね、いや、名前出てこうへん。ハガレンのね、3期のエンディングとか、スキャンダルのガールズバンドみたいな感じの
まあ、バンドの人もいて、その中もドラマーの人が一番好きだったんですよ。あの髪の毛ロングで、ロングの髪の毛の、あーいいな、欲しかったな。はい、ちょっと交換帳見てみましょうか。はい、なんかもう貴族性交換できないけどな。テオールってちょっと無理やて。テオールはさすがに無理やで。僕テオールを扱いきる自信はないので、もうおそらくこの流れだと配られるであろう、12月魔法石100個配布にかけたいと思います。はい。いや申し訳ないですね。このもうなんかもう雑談ばっかの、はい、もうおしゃべりばっかの動画で、しかもなんかかっこすぎちゃうみたいだし、はい、ちょっと、はい、ちょっとそこはね、もう服装から意識して、もうダメでしたね。スギちゃんみたいな格好じゃ、バレリアスちゃんは来てくれなかったですね。はい。はい、それでは今回はこれにて終わりたいと思います。はい。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひね、バレリア弾けますようにとコメントください。はい。あと、ツイッターのフォローや、概要欄にツイッターや、本当にいろいろ貼ってあるんで、僕の活動してるもの全部が、はい、そこもチェックよろしくお願いします。あとチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではこれにてバイバイ。